こんなところに。これだよ、これ。もう見てるだけで、え、桜峠？桜峠。大丈夫その道。ほら。ほんと？まだ家来のが、家来のがよくね、それ。まあ、似たもんだけどね。同じように、つづら折りだけどね。桜峠行く？行こうか。桜峠か。行くぞ、桜峠、どっち？ああ、もうこれはまだ普通に戻ってったらいいのか。いや、大丈夫かな、まあ対抗してきたらもうおしまいだよ。おしまいだよ。一巻の終わりだよ。そこらへん総合案内所とかもう開けてない？開けよう、もう9時から開けよう、総合案内所開けていいと思うよ俺。メナードさんどうですか？うん、手打ちそばとかあるの。へえ。でこれは通方面？ね、左です。あ、左なの？左。左なの？755号線を走るからね。聞いたか。なんかもうやば、なんか3桁でも相当やばそうだよ。755？ うん、そんな番号あんだな。あんだね。多分今まで走ってきた県道の中一番番号できるぞ。ちっさん、いや、崩れのため車両通行止めってなってるよ。なってますな。なってるよ。ダメだね。ダメですよ。そりゃそうだよな。雪だもん。これ以上山登ったらそりゃ雪になるわ。土砂崩れでしょ。うわ、雪踏んでる。じゃあ戻ろうか。あの、白さんは戻る方向で。戻る方向ね。うん、オッケー。見えねえんだ、意外。凍ってるね。これ言いとったら凍ってる湖だね。うん、ああ、よかった、落としてた。山道ね、左足ブレーキはね、疲れんだよね。あ、そういうスタイルだね。そうね、左足でブレーキ。またやったね。あれ面白いね、どっちから行っても顔が見えるようになってんだね。ああ、そうだね、うん、そうだね。そういや、今ふと思ったけど。おお、マイクロバース。今からあれか、朝市の温泉施設へ の、 あの無料送迎バスみたいなの行くのかな。そういうのよかったじゃん。そういうのよかったね。どこから出てんだろう、いい気かな。ああ、どこに向かってんだろう。こんなとこ近鉄でしょ。だね、近鉄線まで行くでしょ。近鉄だよね。だから東青山かな。あ、そうか、多分そうだ。東青山もそんなロータリーとかねえからな。でも西青山はもっとないだろ。青山町駅はさすがに遠すぎるだろ。でも青山町駅あるかもしれない。でもあそこが一番そうだ、栄えてるもんな、あの辺りだと。755号線って書いてあったわ。あの、でも案外とあれだね、あの取れ高作れるね、このルーレット方式でも販売で作れるな、うん、まだこれ56回擦れるから
なかなかこれが多分卒業するか。腰が一回降りとけよかった、しまった。一回降りて腰伸ばすだけでもちょっと違うからね、うん、通りだね。はい、まだこれからです。うにゃ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 。ちゃんとあれだからね、ブレーキングしから曲がるからね。ストップアンドゴーはね。まあ、コーナーに荷重をかけて曲がるとかそういうようなことはしませんよ。とりあえずは初見で怖いんだ。これ何、無線防災、防災無線、雨量観測。雨量観測、あんなところでやってんだ雨量観測。あそこに水ダーって入れたら記録的応援アーミーになるのか。いたずらできるかな、ホースで上から。いやー、さすがにできるようになっとるだろう。だったらまた戻ってくる自信がない。戻る気力を持つ自信がない。いやもうこれ以外はあの7655しかないよ。え、こっちからさっき の, あの速道みたいになっとったところか。うん、あともう165を大回りしてくるしかない。なんでこんなとこにさリゾート作った、ね、もっと交通の便いいところでいいじゃん。バブルの遺産なのかもしれんけど、いやめちゃくちゃバブルの遺産だよな、うん、では。メナードだ、もうメナード美術館でよかったんじゃん。あっちの方が楽だったんじゃない、下手すりゃ行くの。メナード美術館でどこにあったっけ、小牧。ああ、そうなんだ。うん、あれ小牧だったよね、あるよ、あっちの方に。ありがとう、終わり小牧行くよ。今度小牧のメダード美術館にも行くからな。ちょうど小牧の話をしとったら終わり小牧頑張れたら、 あれかな、メダードの人だったりするのかな。なるほどね。でもいや、こんなとこはどんなとこ。作り構成のやつを使って来てみたけど、おい、トイレは山だねって。あそこはリゾート行くのに、通常こんなレベルの道を走らんと使えへんわけよね。なかなか。っていうことだよね。だよね。他に道なかったもんね。うん。そりゃ誰も行かんわ。はい。うん。いやこれ。二桁剣道でもね、29号じゃなんだけど。29なのこれ。メイキングの整備がおかしい。どうなってるんだ。青森四日市。
災災かあ、あのところに神社がある。石神社。ああ。なると本当にコンビニに行くかれっきとした買い出しだよね、うんうん、初めてのお使いやったら大変なことになるよねこれ、うん、青山リゾートの広告だったんだ、あの被災ってあるやつ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、蔵が開いてるよ。換気してるね。伝わってるぞ、この高低差。ね、なかなか本当にカメラで撮ると高低差って全然伝わんないからね。